お疲れ様です酒田五法のシートをご提出いただきましたチャートを取り出してきてその中に、まあ、どんなね法則があるのかをこう抜き出しているってとこですけどもさあ今回は正解はどのぐらいあるでしょうか、えー、まずねこちらの方に三尊という風に出ておりますこちらですね黄色で書きましょうかねで三尊なんですけども下からせり上がってきて肩を作って大きな あこうとんがりがあってでもう一つこちらの方に肩ができるということで、まあ、これは三尊と、まあ、言えなくもないかなってところですよねこうして見るとやっぱりこうヘッドショルダーが見て取れますのでこれを三尊と考えるとネックラインがこちらになってここから下落が始まるっていうふうに考えるさらにこれは高値圏で出てますので十分な条件を整えていますよねプラスですねプラスここに黒三平が出てますよね サンバガラスってやつですけども。そうなると、条件3つが重なるので、こちらをブレイクしたら、大いに自信を持ってセルをかければいいということになります。ということで、この黒三平もついでに正解ということになります。もちろん三層も正解ですね。え、そして三線ですよね。三線っていうのは、こちらの方で一回跳ね返って、 で、2回目の跳ね返りがあって、3回目の跳ね返りがあるってまあ、飛び出したように見えるんですけども、ヒゲを出してすぐに戻ってきてしまったということで、この3線っていうのはこの下がもう硬くて抜けられません。よっていう風に考えるとよろしいかと思います。で、その後であの赤三平ですか？下ヒゲを出して上の方に急速に上がっていくサインが出てますので、ここをブレイクしたら倍で入ればよろしいんじゃないかなと。さらにここから倍で入って。 跳ね返ってきてもレジサポ転換してますんで、もうここはね、今度はぶち破れない壁になって、それを支えにどん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 上に向かっていくってことも考えられるかなってことですね。実際上の方に上がってきましたね。はい。そして、ここには窓ができていることが見つけられます。え、これも窓が、ちょっと見えにくいですけども、漢字が書いてますね。かぶっちゃってますけども、これも窓、空を開けてるなっていうとこですね。はい。1枚目のシート。 全問正解でございますよく見つけてくださいました次ですじゃん下げ三歩ですね下げ三歩っていうのはレンジの後でまあ上から入ってきて下に抜けていくことを下げ三歩っていいますですんでこれねこういうふうに範囲を広げてみると上から入ってきたのがゴニャゴニャしてここで下を作ってここで上を作ってそして最終的にはここで抜けていきましたねってことになりますね まあですんで四角を作るとするとそうですね改めてになりますけどもこういう風に見ると下げ散歩あここがあるなあいいですねここねここで跳ね返ってここでも跳ね返ってさらにもう上に行かずにレジサボ転換を起こしているから下の方に行きましたよねってことですよねはい下げさ歩こっから入ってこう抜けたってことですよねまあ正確には そうですねこ,こ,こう抜けてさらにレジサポ転換でこう抜けたってことですね下げ3歩正解でございますでここにはもうレンジってのがありますんでねレンジ内オプションでずっとリハバを取っていただければというところでございますねはい正解です次のシートいきましょう3枚目3枚目のシートは上げ散歩です先ほどと逆なんですけども下から入ってきたのが一定期間のレンジを抜けて上に抜けていったということですよね まあですので、下げさんの四角枠はこの辺りに設定できればと思いますね。こういう感じですか。はい。こちらのレンジで、下から入ってきたのが、どんどんどんと跳ね返りながら、最終的にはこう、上に抜けていったかなってところですよね。はい。正解でございます。で、次のシートは、これですね。三尊ンンですか。三尊ンンというとね、うん、こういうふうな形ですよね。 ヘッドショルダーってやつです、うん、まあこれここが1つ目の方で、まあ、もう1つ目の方がここでで頭がここって感じですかね、えー、とこちらに飛び出したところ2つありますけどこの2つを合わせて1つの頭というふうにしているてことこかなとでちょっとね間延びしたところはありますけどもほ、まあ、本当はねこうギュッとこういう風な形になればいいんですけどもなかなかこういう形っていうのは出てきにくいんですよ ですのでこれを三尊と捉える方向もありますねそうなるとネックラインはこういうところになるでしょうかここからセルに入れば御の字だということですねどん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 下がってますねはいよろしいんじゃないでしょうかこれも三尊ね、まあ、これ見つけにくいですよねこの三尊ね三尊っていうのはあの理想的に言えば一つ目のこの肩ができた時に三尊意識するといいですよねそうすると二つ目がこれが抜けなかったらそのまま下に落ちていく 下げにななるかなって判断しします一つ目の肩を抜けて高値を更新したらこんな形になるわけですけどもあこれもしかしたらヘッドアンドショルダーになるかもなって感じで見ておけますこのまま下にずっと抜けることもあるんですけどもでもだいたいもう一回上がってですねこの高値を更新してさらに上に上がるかこれがこちらの頭よりも下の方で反転するようならもうヘッドアンドショルダーを疑ってこのネックラインからセールをする準備をしていくってことになります はい三尊よろしいかと思います次どれでしたっけこれですかこれは逆三尊を示してますねただちょっとえっ、ー、と何を答えればいいのか書いてないんです飛ばさせてもらって次あ逆三尊やっぱりそうですね逆三尊これはちょっと斜めになってる逆三尊なんでこれもすごくね見つけにくいんでこれはね見過ごしてもしょうがないんですけどもまあ、せっかく出してくださってますので評価したいと思います。 ここで跳ね返って、で、えっと、右肩上がりの、まあ、レンジ帯を作ってるんですよね。そこで、ここで一旦抜け出したんだけども、レンジの中にまた入ってきました。え、そして、同じところで跳ね返って、これ、斜めにね、ラインが引けると本当にいいんですけども、ここを抜けていくことがわかりますから。で、安値県で逆三尊なんで、とりあえずはこういう風に出たんですけど、もう一回帰ってきてますね。もう一回帰ってきて、 で最終的にはここで抜けて上の方に向かってるわけですかこれはだから逆三尊と捉えてもあながち不正解ではないんですけどもどちらかというとフラッグというふうに考えた方がいいですよねフラッグで旗を出して斜めの旗ねでこことここはちょっとねえぐれたところです飛び出したところ騙しっていう方法もありますけども最終的にはこっちの方に抜けていったっていうふうに解釈した方がまあいいかなと思います まあつまり逆三尊と捉えるよりもフラッグという風なね、えー、回答を導いたした方が損失は少ないと思いますねそして利益のチャンスは膨らむと思いますで逆三尊の場合ここを抜けてドーンとね上がっていけばあ逆三尊の毛の方が強かったかなと言いますね。でもう一回帰ってきちゃってますんでねこの枠の中にうんですんでフラッグの方が多分回答としては適してると思いますまあ70点ってとこですかねはい逆三尊出ました でこれは何だろうちょっとこれは分かりませんので飛ばしましょうかね、うん、多分これ3点底を示しているんじゃないかなと思いますけどもね3点底でもう下に行かないよってサインが出てるからあここはね倍を準備するところで倍を準備した時にここの水準を抜けて倍でエントリーするっていうことも考えられますよ ということかなその意味でこの青い線が引いてあるのかなと解釈しましたけどもいかがでしょうかそうなるとここを抜けた時にここでまたねレジタル転換を起こしてますからもう上に行くしかないよっていうような判断が成り立つってことですね上昇トレンドが出るということですはいえー、でこれだったかなこれは今やりましたねで最後ですプラスで書いてくださった3点底ですけどもあ今の <laughs> はい今私が ままさに回答しました3点底正解でございますで、えー、ここがですね抜けるポポイインントレジサポラインになってますすねねってことですよ、ねうん、まさにあれですよ上から入ってきたのがあれすみません上から入ってきたのがここで抑えられて上にいかなくなって3点底を作って今度はここ抜けたら今度下にね抜けなくなったってことじゃないですか はい。どうも今回のご提出ありがとうございます。回答は全部で以上になります。